日本の文化誇らしいですね。壬生町の国体競技といえば銃剣道、ご紹介します。では今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。改めて、はい、銃剣道の競技の説明をお願いします。はい、わかりました。銃剣道は我が国の伝統的な武術です。木銃を用いてですね、左、胸部喉をついて、技を競い合うものでございます。喉をつくんですか？喉もつきます。銃剣道は荒々しいイメージがありますが、はい、順序正しく稽古をすれば防具をつけてやっておりますので、安全性の高い競技であります。木でできた銃と166センチ、重さが 1.1 キロで、材質はカシの木ですね。カシの木？はい、カシの木が主に使われております。うん、喉はこの部分の喉ですね。両方、はい、これが、まあ、基本は先ほど月でっておっしゃってましたけど、はい、月でここ飛んでくるってことですよね。そういうことですね。でそこで練習するのがここで止める形になりますね。ぐわーっとついちゃうと相手もひっくり返ってしまうし、本当に自分も体が乱れてしまうので、ピタッピタッと止めるような形、突き止めみたいな形で、はい、喉はつきます。はい、本当に危険なスポーツにならないように、やってるものも攻撃する方もされる方もきちんとその部屋を分かってわきまえて、そういうことですね。攻撃をし合うという、防具は先ほど言ったように面、胴、肩、剣道みたいにこれは両手ありません、ね、片手だけ、シノと言いますが、これを右手にこう刺して木銃を持つからですね。はい、いやちょっと早速どんな風なものなのかやってみたいです。迫力がすごい。喉とか入ってましたよ。すごいね。いいですか？ちょっとじゃあ実際に私もあんな風にはいかないですよ。なんかトントン、はい、ごめんなさい、痛くない？まあ、それで、はい、まあ、いいですよ。場所は合ってますか？はい、はい、全然平気。痛くないですか？痛くないですよ。えい、そう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 、の伸びきっちゃって、えい、そうそう、そこまで、はい、ちょっと一回平島についてもらえます？うん、ついてもらいます。持ってるのここでいいですか？痛くない。普段の試合は今の何倍ぐらいですか？もっと、ちょっと試しに、もうちょっと強い。はい、ようやく打撃が感じられました。優しい。優しいですね。蹴ったら近くまで、そう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 、うん、あれ筋がいいですね。感動です。なんか日本の文化誇らしいですね。感動しました。一本を決めた時の爽快感ですね。他には変えられない気持ちよさがあると思います。壬生町の皆様に元気を届けれるように頑張りたいと思います。今回第77回国民大会がこの銃剣の競技の部、これは壬生町で開催されるということで、壬生町の皆さんと、また我々選手一同、あとサポートしてくださる、方々としっかり力を合わせて、また競技の上位入賞、総合優勝にまた貢献できればと思ってます。で全力で頑張っていきます。